ほんまや。もう止まっちゃったじゃないですか。止まってません、僕。止まってるじゃないですか。もう、そう、早っ。ほんまに止まってるやん。そうでしょ？やっぱやば。つけますよ、じゃあ、扇風機。つけてみて。ちょっと男前の感じで止まっててよかったな。すげえな。マジでちょっと扇風機当てて復活するか見とこう。めっちゃ面白いやん。このままじゃ復活しない。一回。あ、復活した。いや、顔。復活してます。え、お前、扇風機当てたら復活してる。すごいっすね。うん、何やこれ。あ、すごい。10年以上前に CS のサンミュージックゲットライブのロケで見た家と同じに見える。そう、同じです。え、見た、え、CS の。CS でな、サンミュージックライブやってたよな、ロケとかもあってな。はい。はあ。何回か行ってんもんな、そこ。俺も多分行ったことあるわ。そうっすね、ここはもう、すごい、ロケはすごい来てますね。最後に来たのが、水曜日のダウンタウンで、なんか来たんです。春日くんの部屋より、安くて居心地のいい家はないっていう説ああ、なるほどね。ほう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 。うん。来たんですけど、なんか全カットされてました。そっから映ってないですね。あ、そう。はい。そうか。別にまあ、あんまりそんな家でしょっちゅうロケするもんじゃないからな。じゃあ、あれか。白は、別に今の生活に別に不満はないわけやな。いや、まあ、そうですね。バイトしながら、まあ、ネタやって。まあ、そうですね。もう、なんか出せって言われれば出ますけど、まあ、ないじゃないんですよね。アンケートで書けって言われたら書きますけど、例えば?ちょっと熟考していいですか。いいよ。いや、同じやないか。はい、ないです。そうか。じゃあ別に辞める理由もないもんな。そうなってくるとな。そうですね。あれやんな。シロは特にそういう結婚願望とかないんでしょ。僕、そうなんですよね。ただ、子供もやっぱり欲しいですよね、見てると。予想の見子る供見てと。る嫌やな。もと。うほんま、そんなやる気のないせいろがみたいな顔してるやつが。誰がやる気のないセイロガン。これいつも誰に言われるんやったっけ、これ。あ、チャンス大城さん。会うたびに言われるんですけど。やる気あるせいろが見たいけどな。じゃあ特に四郎に聞く話なくなったな。え？なんですか？やっぱり、悩んでる人の相談室みたいなとこですか？ いや違う、なかなか辞めない芸人の人になんで辞めないのか聞く生配信やねんけど。確かにそうですね。確かにどういうことやねまあ、聞くことないですよね。ん。そうやな。聞くことないな。何も俺も言うことがないわ。目標がない分、言いようがないですよね。ちょっと俺がよく言う YouTube とかやれっつっても、ギガが足りないもんな。ギガがないんですよ。20ギガってなんで足りへんねん。どんだけ映画質で見てんねん。これでも、みんな Wi-Fi で自由に使ってるから気づいてないですけど、ギガの大切さを。結構すぐなくなります。そだから親元離れて、親う。の大切さとか分かってないのと一緒で、ギガの大切さを忘れてます、皆さん。何かな、離れたらギガの大切さわかんの？じゃあ。親元離れたら親の大切さわかるんでしょ？じゃあ何から離れたらギガの大切さわかんの？だから、ニューヨークとかですか？どういうことですか？ハワイ？え？あ、止まってる！あ、止まってる方！止まってる方って そんな無表情あります？え、びっちくりょっとした。泳がしてみようと思って。ところでバックのその絵は何なんですか？牧場。牧場。確かに。その心は？かけまして。と言いますと、解く。その心は？いざ、どうぞ。だからこれ学園で受けへんやつやねんて。なんで始めるんですか？一回も受けたことないねんて、これ。いや、そうですよ。藤井さんが始めるからです。ほら、ポケット Wi-Fi ってさ、月に4000円とかからあるって。高い。え、高いし、4000円って。いわゆる格安スマホとかにしたら、止まってるやないかい、自分。あれ？ おかしいな。扇風機当ててても止まってるやないか。おかしいな。一回戻します。何を戻すの？すれば。これ大丈夫。はい。おお、戻った。これで、今、扇風機、小から中にしたんで、100から中に。これでしばらく大もう余計うるさなった。もうずっとゴーゴー言ってるわ、これ、ほんま。いわゆるほら、格安スマホって最近知ってる？丈夫。あ、知ってます。はい。よく聞きますね。おお、めっちゃ安いよ。月3000円いくかなぐらい。まあでも6ギガやけど。でもまあ、ギガは増やす。だから、そういうののもっと安いプランとかにして、
そのポケット Wi-Fi とかをつけたら、多分値段もそんな変わらずに、あのギガの心配しなくていいんじゃないかな、みたいな。ああ、うん、なるほど。もうこうなってきたら、俺はもう今何の配信してるか分かれへんけど、もうそういうのもあるよ。はい、でもその安いっていうのが僕、ちょっと安すぎるっていうのが、なんか納得いかないんですよ。なんやねん、お前、その変なブランド思考。なんか裏があるんじゃないかなと思ってて。いや、裏ないよ、別に。普通につながるよ。なんで安いんですか、じゃあ。すごいよな、家の中におるのに、あの屋外で喋ってるみたいな風の音してるもん、今。本当ですか。扇風機のせいで。なんとかならないですかね。こっちが言いたいわ。こっちが言いたいわ。藤井さんも外にいるみたいな感じで、いいっすね。あ、これやろ。そうです、はい、気に入ってんねん、俺、この背景。ね、いいですね。うん、いやもう、でも藤井さんこそ毎日何やってるんですか、そういえば。毎日。ラジオやってるじゃないですか、木曜日。まあ、ラジオをよく知ってくれてるな。で、この配信も毎日じゃないでしょ。まあ、最近は毎日やってないけど、結構空いてるときはやってるよ、夜。あ、やってるときもあるんですか。うん、結構まあ、今、週4、週5ぐらいでは。ああ、うん、あ、じゃあやってるんですね。わかりました。みんな言うてるよ。なんですか。みんなあのもっと安くなるよっつって、四郎さんの携帯は。じゃあそれでも、いやで、そっちの人間じゃないですよね、ひょっとして。スマホ月いくらかかってんの。まあ全部入れたら1万2000円です、うん、え、全部って何、どういうこと。ん、あのツタヤの1000円借り放題。1000円借り放題。はい、ツタヤ借り放題のプランに入ってて、それを携帯から引き落とされるんです。あ、ツタヤな。そうです、はい、うん。でもそれが1000円やろ。ほら、みんな高っって言ってるよ。あと、アップルさんの。アップルさん放題。なんでツタヤは呼び捨てで、アップルはさん付けやねん。すいません、なんか、そうですね。よくない。いや、もう、令和やで、シロ君、ね。20ギガで、それはちょっと高ないか。あ、そうなんですか。何、ええとこで止まってんねん、お前。もうダメだな、これ。止まんない。なんだろうな。近くで当てます、じゃあ。弱にして近くで当てます。弱にして近く、もう余計うるさになるやん、もう。一回もう、いやもうずっとうるさい、ずっとうるさい、もう。これで止まんのかい。これでいけません。うるさい、ずっとうるさいよ。ずっとうるさいですか。いいよ、もう今日は終わるわ、そろそろ。今度またゆっくりスマホの話しようじゃん、今度は。もっと安くなるから、もっと安くなるから。あの、最近の別に格安スマホとかいかがわしくないから。あ、本当ですか。うん。もううるさい。すみません、お役に立てませんね。いや、とんでもない。面白かったよ。最後にあれお願いします。はい、わかりました。好きな野菜は、トマト。いや、止まってません。あれ止まってますよ、藤井さん。あれ、扇風機当てた方がいいんじゃないですか。動いてました。動いたんかい。バイバイ。いや、もうええわ。お疲れ様でした。失礼します。じゃあ、あの、はい。退出してもらって大丈夫です。ありがとう。退出、うん。めっちゃうるさかったな。やめない芸人に話を聞こうというね、配信やってますけれども、またこれ、今回は今までの人と違う、ちょっと色合いの、こういう回があってもいいんじゃないですかね。まあ、白らしいっちゃ白らしいからね。別にあの、そこで真面目な話にはなるとは思ってなかったんですけど。いや、想像を超えてきましたね。で、チャンネル登録まだの方、ぜひともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。